ろしくお願いいたします。香美市の頼光市長から一日市長を委嘱されたのはイタリア人コスプレイヤーユリコタイガーさんです。幼い頃から日本のアニメや漫画が大好きで、2013年から日本に移住、タレントやユーチューバーとして活躍しています。そんな彼女は今年5月、香美市で地方転生という写真集を撮影。エルフが日本の田舎に転生したという設定で、龍河洞などの観光地が舞台となったため、香美市の PR に一役買ってもらおうと一日市長を委嘱されました。大歓迎ですね。ありがとうございます。嬉しいですね、うん、PR していただいてありがたいです、はい、変じゃないですか。全然です。かわいい、かわいい。やっぱり髪質の方もめっちゃ優しいんですよね。ありがとうございます。髪の色がね、はい、豊かな自然と美味しい食事、優しい人たちがいる髪質が大好きになったというユリコタイガーさん。できれば自分の YouTube になんか番組を作りたくて、やっぱりその香美市と高知県にこういうところがありますよ、だんだんに紹介していきたいなって思いますので、なんかもっと撮影ここにできたらいいなと思って。香美市が舞台となった写真集は来年の1月か2月ごろ発売される予定です。